第1回サンガサの全メニューを食べれるまで帰ります。今回なんですけど、岡崎で有名な食べ放題といえばスタミナ太郎ということで、これで行かせてもらってるんですけど、このスタミナ太郎の全メニューを食べれるまで帰りませんという企画を今回やっていきたいと思います。はい、はい。でなんと実はこのスタミナ太郎さんが今月の後半ぐらいで閉まっちゃうということで、悲しく、閉まっちゃうということで、まあ、最後の思い出としてみんなでやっていこうかなと思います。はい、はい、はい、意気込みをどうぞ。大丈夫ですか。まあ、やっぱね、手間になったところなんで、ね、なる前に、まあ、感謝の表情を込めて全部食べたいと思います。ゆっくりする。じゃあ、手間は気合い入れてきました。はい、行こう。さあ、僕の後についてください。はい、自分に厳しく、自分に厳しく、時には優しく、時には優しく、頑張って食べるぞ、頑張って食べるぞ、いくぞー、いくぞー、せーの、レッツスタートスロースターター実証揃ったな。初めて揃ったね。上手なしで、みんなの思いを。しゃよし、行こう。じゃあ行こう。よっしゃ、何から行こうかね。肉担当はテーマか。あ、欲しいですか。自分のこと見たいぞ。あ、欲しいですね。欲しいです。じゃあ俺、俺うどん行くか。じゃあ僕このチャーハン行きます。これでいい。どっちやっていい。めっちゃいいやん。ちょっとちょうだい。いいな。何が残ってますか。うどん食べていい。オッケー。あ、ラーメン。そうですね。よし。あそこめっちゃうまそうよ。いやー、カメラ頼んだだけちょっと待って、普通にうまい。うまい。いやー、普通にうまいなー。こういうの本当に決まりにかかるのに、本当に話してほしい。早っ。早い。そこらがいたんですよ。うん。うん。うん。来たことあると思う。知らない人はいないですね。
しいよ。何年やった？俺らが小学校の時から全然ある。そうなんですか？生まれて小学校の時のあのなんか町内会の集まりとか、ね、あ絶対ですね。絶対子供会とか。子供会絶対ですね。確かに。うん、まーい。少しぐらい声でかい出すから、寝れたかな。あれ、絶対見せんかった。あれ、今日見ないんですか。今日、ええちゃんは。ほら、俺を見てみん、ほら。ちゃんとお前が来るように、これこのガクト見てごらんなさいよ。やっぱ、ええちゃんだね。うん、いい。え、これを生で来るんですか、これ絶対ダメだって。ジョーさん、ダメだって。生はダメだよ、ジョーさん。絶対食えんって、それは。生では。正直言ってたら、意外と来るのか、まっちゃん。本当のやつや。本当のやつや。辛いな、これ。あー、もう一回つけたけど。もう、ガ オッケー。
じゃあ、綿菓子じゃんけんと、はい、クレープじゃんけんね。オーケー、誰が作るかね。カットです、男気でいいですか。男気で、男気で、おっと、じゃんけん、じゃんけん、バシッ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 バラス。あれ、正直もやばいっすか。いや、もう全然ちこりやがちこりやがこれめちゃくちゃやがあ、でもわぁ、ちなみに視聴者の皆さん知らないと思いますけど、俺と MJ はちなみにチーム2個だよね。本当のやつ。気持ちいいっすね。パーソナルが1個と普通の1個。そうそう、普通のチームですね。2丁時間さあ、行くぜー。めちゃくちゃ多いっすね。カレー食べたかったからカレー。コーンスープ持ってくればよかった。あ、パーソナルのジムの先生見たら怒るだろうな。でも今始まってないの。はい、今一応始まってないの。これ、J 食べる専門でしょ。なんでお前俺のこれ使うんじゃん、ボケ。それでは皆さん。
めもうやめよう。ランチタイムじゃん。何ですか今日スタメン太郎何人が戦力？一応4人が戦力ですね。誰か1人戦力じゃないの？いや、今日さん戦力にならんすやん。なんで？足全然こわんすやん。お前さっきもっとちょっと口悪かったよ。まあでも飲めるんだったら飲んでほしい。あ、飲んでじゃん。飲む？間違えた。まあでもあの人マジで。今日さんそこは最強よ。でもあの人肉を1人前食べたら立派っすよ。涙がこぼれないように追い出す夏の日一人ぼっちの夜に